続いてはこちらです日本大学アメフト部の学生寮から大麻と覚醒剤が見つかった事件で警視庁はきょう別の部員も違法薬物所持の疑いがあるとして再び学生寮に家宅捜索に入りました捜査関係者によると前回の捜査の過程で他の部員が違法薬物を所持している可能性が浮上したということ なお、8月5日の部員の逮捕を受け、アメフト部の活動を無期限停止処分としていましたが、日大側は10日に解除。個人の問題を部全体に連帯責任として負わせることは、多くの学生の努力を無に期すことになると説明。無期限活動停止処分は、逮捕された部員一人だけに対して継続していました。なお、日大アメフト部では、コーチのパワハラも発覚。 先月27日付でこのコーチを無期限の指導停止処分にしていましたそんな問題が山積している日大アメフト部警視庁は今回の家宅捜索で違法行為が確認されれば部員数人を摘発する方針だということです小宮、うん、さんね大学生ですけど生まれでこれ話出ますあ、ね、りますね、ええ、そのやっぱり、まあ、部活動とかに入ってないんですけど <laughs>、うん その友達が部活に入ってたりするのでこういう問題が就活とかに影響するのもちょっと怖いっていう話もあって、うん、例えば日大出身の友達だったりとか、うん、そのと別の大学のアメフト部とかってなった時に、うん、なんか潜在的にその偏見のようなものが、うん、このニュースがあるこの今ってちょっとあるのかなみたいな、うん、不安とかは。 まあよりね身近に感じるかもしれないですけど僕ねもともとアメフト部であそうああ言ってましたね,あのね実は日大誘われたことあるんですよ僕。<ー>ただやっぱりね大学スポーツやってて特にアメフトみたいにもうめちゃくちゃ鍛えてるやつらって、うん、まあ以前しゃべったモテホルモンのテストステロンっていうのの、うん、テストステロンモンスターみたいなやつらばっかりなんですよだからもう自信があって、うん、でもう攻撃性もあって。うん っていう奴らが一つ屋根の下でこう団体でいるってそれ自体がね結構危険なんですよ。そのあの当事者だからわかるんですけど、だからねまあその大学としてその正善説に立つっていうのはそれはその姿勢としては正しいんですけど、でもねやっぱりちょっとね怒るべくして怒った感もあるんですよね、うんうん。でもそれこそさっきのあのー、駅伝の原。 でもああいうとこではねうん、うん、怒らないわけで怒るべくしてってっいうのはうん、うん、だからねやっぱり管理体制とか青学と何が違うのかなっていうのは具体的に何が違うかまでは分からないんですけど、えー、やっぱりねあのやっぱアメフトやってた身からすると。うん <laughs> あの危ないいら多いっすよ本当にだ,だって実際強いし、うん、でだから結構ね自信満々なやつら多いんですよでそれでレギュラーとかになると日大とかになるともう本当多分ね部員150人ぐらいいるんですよでその中の、まあ、レギュラー選手とかになるともう本当その部の中ではある意味もう本当神みたいな存在になっちゃうんですよね。 でそういうやつらがその大学の寮の中にいると、うん、もうそいつを中心としたある種の,その城のルールみたいなものが出来上がっちゃったりするんで、うん、すごくねイメージにできるんですけど、うん、例えばそのスポーツの世界でそのパワハラないなんかかわいがりだとかんだかそういう暴力沙汰みたいなのってまだ想像できるんですけど、うん、これ薬物との世界って接触普通ないじゃないですか。そうなんんですよね金子さん うん、あでも学生の中ではそういうのがあるんじゃないアメフトこれは日大に限らずっていうことはあると思いますけど今ねお話あってやっぱ日大というブランドがね他の学生協っていうのは絶対あると思うのでそういう中でこの問題が今回の問題の前にもすでにアメフトっていうのは日大アメフトは問題があったんであれば。うんうん それを改革すするたために林理事長が入ったわけででよねでこの前の会見を見てもうんというところをみんな思っている中で今回のことでは完全に最初に海を出し切らなきゃいけなかったはずなのにそれをしないでこうやってまた次出てしまったっていうのはこれは経営陣の私は負けだと思ってますまずは。で連帯責任が負わせるべきじゃないということで無期限 <laughs> の停止を処分を 解除しましまたけど私あの時もちゃんと本当調べたのってそこを徹底してなかったのかっていうところがまたこうやって印象悪く出てきてしまっていると、うん、であの時は何もしてない人に迷惑をかけちゃいけないから連帯責任をこういうのを忘れるべきじゃないって言ったけれども今回出てるわけですから新たに、まあ、まだこれ捜査に入ってる段階だとはいえ疑わしき人がいるってことはもう。うん 1>, 1人目だけじゃない問題があるっていうことはこれこそ連帯責任が今度負わされるべきだと私は思いますよね。ででは続いてです